このさこの充電器って書いてあるこのデザイン的にはかなりダサい感じのがさ、うん、当時を物語るよねこれすごいねこれ充電器ターミヤーみたいなこれ赤と白ってやっぱり重要だったんだねンあのバンダイのマークもそうだけどさ、うん、そのユニクロもそうだったけどこの赤使ってんのがいいね赤と青ね、うん、なんか対比させてるよね うわ懐かしいこの上のこの絵単純にプラスとマイナス書いてあるんだけど <うん S 1> <laughs> この絵何でいるのみたいな本体にプラスとマイナスってこうなんか印つけときゃいいんじゃねえのみたいな感じしたんだけどうわーこれ懐かしいはめ込むところなんか急速だったか7.2ボルトの時とかもなんかアダプターみたいにつけてたような気がするなんかこの形につけてたような気がするね これ本当に開けてなんか当時を使いたくなってくるレベルタミヤに角張ってうわ懐かしいこれここのねスイッチのねプラスとマイナスこのなんかこの凹凸がついてるのが懐かしすぎるあ,あったなこれで赤のコード